おはようございます。魂市議会議員の平賀孝之です。久々にゴミを投げに行く動画です。ゴミを投げに歩いてゴミステーションまで行くわけです。このところ網走市ではミスや事故が短期間の増えています。つい先日は3回目のコロナワクチン接種をするというミスがあったということが議会で報告がありました。また給食の物混入もありましたし、文書の読み落としが一つの原因となって、お子さんが遊具から転落してむき出しになっていた基礎に頭をぶつけることで頭蓋骨が骨折してしまうというような事故もありました。ゴミを捨てに行けるステーションも到着です。はい、無事にゴミを捨て終わりました。それから金券盗難にあったわけです。警備員の方による盗難というあってはならないことですけれども、その結果ずさんな管理体制があったということ、そのことが改めて浮き彫りになったという課題もあります。短い期間に様々な事務上のミスや、ずさんな管理露出しています。網走市の今問題は決して小さくないと私も思っていますので、解決のために全力を尽くしたいというふうに思っております。それでは今日も頑張ります。いちいちにしましょう。網走市議会議員の平賀孝之でございました。